こんにちは、空太郎です。大人の木曽路旅第2回は引き続き上松町の観光地を巡っていきたいと思います。初回はですね、寝覚めのとこで終えているんですけど、本日はその周り、木曽の架け橋、それからちょっと19号から離れた赤沢自然休養林、それと国道19号沿いにある小野の滝、以上3箇所をね巡っていこうと思っております。動画の編集で時間を戻しました。再び上松町の入り口まで来ました。この道をまっすぐ行くとね、寝覚めのとこに行くんですが、その前にですね、木曽の架け橋見物したい方がいましたら、この T 字路を左に曲がります。突き当たりを右に曲がります。まあ看板もね出ておりますので分かりやすいかと思います。こちらもね、案内看板通り左に入る道、この道をね入っていきます。で、木曽の架け橋なんですけど、中山道旧国道19号線ですね、その道がね崖沿いを走る道でね、非常に困難で一箇所通れない箇所もあって、でその部分をね道と道を継ぎ足すで板を張ってね通れるようにした箇所を木曽の架け橋というふうに言われているそうです。で、木曽の架け橋というとね、この橋がいつも検索に引っかかるんですけど、これは全く関係なくて、この橋の名称また紛らわしくて架け橋という橋なんですよね。で、ここ今出たところが中山道旧国道19号線ですね。この中山道道路上に木曽の架け橋ってあるんですけど、ここまで来ちゃうとね行き過ぎなので、で今ちょうどね横に駐車スペースがあったので、これ止めてちょっとね戻るんですけど、木曽の架け橋がね近くで見れるところまでね、歩いて向かいたいと思います。すごい、あれじゃない、あれ、こちらが木曽の架け橋です。道を継ぎ足すと言ったんですが、このようにね石垣を積んで、そんでその上から板を乗せて渡れるようにしたのが木曽の架け橋ということです。当初は石垣でなくてね、丸太が積まれていたそうです。再び来た道を戻ります。木曽の架け橋いかがだったでしょうか。ここの橋がね全く関係ないと言っちゃったんですけど、関係なくはなかったですね。架け橋から望む木曽の架け橋ということでね、非常に紛らわしいんですけどね。ただ木曽の架け橋よりもね、架け橋の方がね目立っちゃってるというね風情もあってね、大変見応えがあったなと思いました。興味のある方は寝覚めのとこのね行った後でも行く前でもいいので寄ってみてはいかがでしょうか。再び国道19号線です。ここからメインである赤沢自然休養林の方に行きたいと思います。寝覚めのとこは直進なんですけど、赤沢自然休養林はトンネルの手前を右折します。曲がる時にねこちらの汽車の絵があるんですけどね、これを目印にするといいです。でここなんですけど、看板はね右折になってるんですけど、その奥の看板はね直進になってたんですよね。結論から言うとね両方行けるんですけど、こちらの方が道が狭いで、向こうはね大回り、地元の方ならともかく初めて行くなら広い道を進めたいです。で結果的にこの道に両方とも出ます。目の前が赤沢自然休養林となります。ここまで来るまでにねトロッコの絵から15キロあって、
短く感じたかもしれないですけどね、動画を切ったりね、倍速モードで進めたり、非常にここまで来るのに時間がかかりました。道もかなり険しくてね、車と車が行きできない箇所もあって大変でした。失礼かもしれないですけど、本当にね、ここが観光地かと思うような道のりだったんですけど、いや、着いたらね、結構ね、車も多くて人も多くてびっくりしました。楽しむ動画の前にですね、赤沢自然休養林がどんなものなのか、どういったところなのかね、説明していきたいと思います。ここ赤沢の国有林はヒノキを主とした天然林です。秋田の杉、青森のヒバと並び、木曽ヒノキとして日本三大美林の一つに数えられています。樹齢300年を超える木曽ヒノキは1590年に豊臣秀吉が直轄領として以降、日本各地の城、神社、仏閣等に使われました。1889年からは皇室所有の御用林として管理され、また伊勢神宮の御造営材としても利用されてきました。現在は国有林として林野庁が管理し、美しい自然を皆さんに楽しんでもらえるよう、全国初の自然休養林として利用されています。以上、熊田レオさんからね、語りをしていただきました。まあね、難しい話はなかなか頭に入ってこないんですけど、豊臣秀吉とかね、皇室だとか伊勢神宮だとか、木曽のヒノキがね、それだけ重要なものなんだとかね、貴重なものなんだとか、大切にされているものなんだとかね、そういったことを理解していただければいいんじゃないでしょうかね。この大自然の中をね、散策するのもいいんですけど、このトロッコですね、せっかく走ってますのでね、これに乗って森林浴を楽しみたいと思います。でね、車両がね5両あるんですけど、木曽五木、5つの木の名称がね、それぞれの車両の名前となっております。森林鉄道の乗り場はね、丘の上となっておりますので、この坂道を登っていきます。遊歩道にはね、ウッドチップが敷かれていて、すごく登りやすかったですね。森林鉄道は園内一周ではなくね、始点と終点、一区間をね行き来するだけの路線となっております。往復で 2.2 キロ、所要時間が25分かかります。運行時間がこのようになっております。運休日、それから季節によってね、運行時間は変わりますので、公式のホームページを参考してください。こちらが森林鉄道の乗車券、券というか乗車証ですかね。木曽のヒノキで作られていてね、思い出になって、思い出になるというか記念になってね、大変良かったと思います。トロッコ自体ね、 U ターンできないので、このようにね、先頭車両を切り離して、今度ね、後方車両と連結して進路方向を変えるという仕組みですね。ねずこにする？ねずこにするか。進行方向を向いて右側ですね、2人掛けの椅子、これおすすめです。景色がね、大変よく見えます。森林浴、
目の前が終点の丸山戸駅となります。一応往復券なので帰りもトロッコ乗って帰りますけど、こっからね散策して帰ることも可能らしいです。再び進行方向がこれで変わります。今度はね左側の方が景色が良くなります。二人掛けの席っていうのは変わらないので、二人掛けの席と覚えておくのはいいと思います。このようにね背もたれが切り替えられるようになっております。このようにね、一人掛けの方は山沿いなので何も見えないです。間もなく到着となります。駅の隣なんですけどね、森林鉄道記念館があったので寄ってきました。木曽の森林鉄道は大正2年に建設が始められ、昭和13年には総延長約 80km もの大森林鉄道となりました。大正4年、小川森林鉄道の開通に伴ってアメリカからボールドウィン蒸気機関車が導入され、近代的木造輸送の先駆者として活躍しました。また昭和25年には軽油を燃料としたディーゼル機関車が導入され、木材輸送の効率を一段高める足がかりとなりました。ディーゼル機関車が導入された当初は故障が多く、その都度改良が図られ、牽引力の強い機関車となって、昭和34年には全て蒸気機関車からディーゼル機関車に切り替えられ、昭和50年自動車輸送に引き継がれるまで走り続けました。大正から昭和にかけて築いた森林鉄道は木材の輸送力を飛躍的に高めたのみならず、地域の人々に夢と希望を与え、忘れがたいロマンを残して姿を消しました。ということでね、先ほど紹介にも載っていたボールドウィン蒸気機関車、この機関車がですね、木材輸送の先駆者と言われていたそうですね。既存の木材が皇室とかね、神社仏閣等にね使われていたということで、なくてはならない存在だったんでしょうね。100年以上経つね、ボールドウィン蒸気機関車がこのようにね展示されております。興味のある方はぜひ立ち寄ってみてください。それから記念館にはね、こういった資料、それから実際使われていた装置なんかもねあります。合わせてね見物していくのもいいかと思います。まあ学びも大事なんですけど、実際にはねこういう自然と戯れる、自然を肌で感じるということがね大切でね、皆さん本当に気持ちよさそうでね、いい表情しておりました。子供に戻りてえなー。再びこちらが国道19号線です。寝覚めの床の前まで来ました。小野の滝は国道19号線沿い、寝覚めの床のすぐ近くにあります。寝覚めのとこのね動画はまた違う動画に載せておりますので、気になった方は概要欄、それから一番最後にねリンクつけておきますので、そちらから入ってください。では最後にね小野の滝を紹介して終えたいと思います。
第2回大人の木曽路旅上松町編いかがだったでしょうか。ちょっと乗せるのにね期間が空いてしまったんですけど、それはね皆さんご存知の前回の梅雨前線による大雨ですね。木曽地方大変でね、交互通行だったりとか進入禁止箇所があったりだとか、とにかくね土砂崩れがひどくてね、これ行くのを煽ったりなんかしたらまずいよなと思ってずっとね躊躇していて、やっとなんか目処立ちそうかなと思って載せたんですけど、一応ね皆さん行く際はですねホームページ等見て、まあ運休日もあるんで そういったところをね確認していくのをお勧めします。あと川もねすごい濁っていたので、寝覚めのとこなんかね川が命なところがあるんで、気象情報とかねそういったものも確認していくのがいいですね。でここに乗ってるね森林鉄道トロッコなんですけどね、まだね残暑厳しいので、まあ、ちょうど今の時期いいかもしれないですね。森林浴最高に気持ちいいかと思います。私ね梅雨明け後すぐ行ったんでめちゃくちゃ暑かったんですよ。それでもまあ多少はまあ違ったんですけど、それでもねやっぱり暑さが勝ってた部分があったので今の時期最高だと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。